朝ドラ・わろてんか『ワロ天下あらすじ予告』第103話リリコとシロウを天一括2月3日と放送分危機物語リリコとシロウは対立を繰り返した末にコンビの解散を宣言しましたリリコとシロウの新コンビに大きな期待をかけていた点は2人の決裂に深く落ち込んでしまうものの 生前の十吉の姿を思い出しました興行師として芸人たちに常に厳しく接し叱咤激励を続けていた十吉を思い出した天は気持ちを立て直し再びリリ子と四郎の説得に当たります天がリリ子と四郎の気持ちを問うとついに二人も本心を語り始めました四郎はリリ子の豊かな才能に心から感心していました 一方のリリコも漫才を心から楽しみやめずに続けることが望みだったのですリリコと s 郎の気持ちを知った点は興行師として2人を一括天に厳しく叱られ目を覚ましたリリコと s 郎は再びコンビを組んで人気芸人になると決意を新たにしますそして迎えた全国漫才大会が開かれる日多くの人が 優勝を信じて疑わなかったキースとアサリに勝とうと、リリコとシロウは戦いに挑むのでした。